見てろ、次は必ず。あ、変な人いました。俺は変な人じゃないから無関係だな。変な人待ってください。って俺かよ。当然です、そうそういないくらい変な人です。10年に1人現れるかどうか、そう言っても過言ではないかもしれません。いえ、ズバリ過言ではないでしょう。ありがとうございます。礼には及びません。俺、3年 D 組の岡崎智也な。何このお子様、知り合い？あ、変な人がダブルでいます。あ、僕の何が変だって？髪の毛がありえない色です。初対面なのに失礼なこと言ってくれる子だね。風子は変な人と話がしたいだけです。二人で話したいのでついてきてください。この辺でいいです。話はですね。何？変な人がダブルでいます。ついてこいって言うから。風子が話したいのはあなたの方です。お前、僕のことも変な人って言ったじゃん。あなたは髪が変な人です。あなたは存在自体が変な人です。絶対喧嘩売ってるよね、この子。俺は存在ごと変なんだぞ。一部なだけマシだと思え。あ、ちょっと待って。なんだ。助けてください、岡崎さん。岡崎さんみたいな人がたくさん追いかけてくるんです。見たいって、その本人に助けを求めるのか。お前は背に腹は変えられないです。それが助けを求める態度か。風子ちゃんのお友達ですか？違います、敵です。ややこしくなるようなことを言うな。僕たち風子ちゃんのファンクラブを結成したいんです。ファンクラブ？あるいは親衛隊とでも言い換えましょうか。風子ちゃんの自分の彫刻をいろんな人にプレゼントするという行為に心打たれましてですね。お姉さんの結婚式を盛り上げる手伝いをしたいと、そう考えたんです。だってよ。いらないです。それでも努力します。すぐに認められるとは思ってませんでしたから。無駄だと思うぜ。こいつそういうのに心動かされるタイプじゃないから。それじゃあまるで風子がクールでワイルドな人みたいです。風子どちらかといえば人情を重んじるタイプです。お前、俺にはめちゃくちゃ不愛想だろ。僕たちいつか風子さんに信頼してもらえるように頑張ります。僕ら風子ちゃんに惚れてしまいましたから。風子ちゃん、お兄様、それでは失礼します。兄弟だと思われてるぜ。最悪です。こっちのセリフだ。